ジョン・オキーフは、米国、英国の神経科学者。彼は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの認知神経科学、研究所及び解剖学教室の教授を務めている。彼は海馬における、バッショ細胞を発見し、それらが、C 体操最佐の形成という形で、時間不合化を行っていることを発見した。彼は2014年に、ノーベル生理学、医学賞を、マイブリッド・モーセル、 エドバルド・モーセルと共同受賞した。彼は、アイルランド移民の両親のもと、ニューヨークで生まれ、ニューヨーク市立大学シティカレッジで学士号を得た。そして、モントリオールのマギル大学にて、ロナルド・メルザックのもと、政治心理学の博士課程で学んだ。1967年、パトリック・ウォールと共に、米国立精神衛生研究所の博士、研究員として、 ユニバーシティカレッジロンドンへ移り、1987年に教授となり、現在もそこに勤めている。彼は、米国と英国の国籍を持っている。1992年、王立協会フェロー選出。オキーフは、弟子のジョナサン・ダストルウフスキーと共に、会話の個々の神経細胞の発火特性に影響を与える環境条件を系統的に分析し、 場所細胞を発見した。場所細胞に関する彼の多くの著作は、よその論文で、数多く引用されている。加えて、空間記憶の働きにおける、認知地図としてのウ馬ウの機能的役割を論じたリンナベルトの協調は評判を得た。オキーフの研究の延長として、場所細胞は何百という論文で、実験で分析されたり、モデル化してシミュレーションされている。 場所細胞の研究の延長として大きい符は活動電位のタイミングによる時間不合化を示唆する実験データを報告した。1993年の論文では場所細胞が会話の局所細胞外電位におけるシータ波振動に対応する形で異なった位相で発火することを示した。ある場所細胞が発火する場所にラットが歩いて入ってくるとその発火はシータ波の遅い位相で始まる。 ラットがさらに先へ歩いて行くと、発火はシータ波のより早い位相へ変化する。この現象はその後の多くの研究論文でも再現され、神経細胞の発火のタイミングによって感覚入力が符号化されていることが実証された。このシータ位相再差が、いかなる生理的メカニズムによって引き起こされるかについては、多くの異なったモデルが提唱されている。 1996年の論文で、オキーフとニール・バージェスは、居場所の境界を示す、障害物が移動すると、海馬における場所細胞でも、発火領域の位置と広さが変化することをデータで示した。この論文及びその後の論文で彼らは、この現象を説明するモデルを提示し、それは、周囲の障害物からの特定の距離に反応する。 境界ベクトル細胞の存在を予言するものだった。この明快な理論的予測は何年か経つうち、海馬台と内側急内皮質において予測通りの性質を持つ境界細胞が存在することを示す多くの実験データによって裏付けられた。オキーフは王立協会及び英国医学アカデミーの会員である。受賞と役職は次の通り、ありがとうございます。